始まる韓国歴史ドラマ王女の男。運命に翻弄される男女の切ない愛を描いた究極のラブロマンス。去年韓国でも放送され大ヒット。今日はその魅力をお伝えします。突然ですがビビルさん、はい、韓国歴史ドラマといえば何を思い浮かべますか？韓国歴史ドラマは僕弱いんですよ。弱い？あら、じゃあ見たことがない。チェックしてないんです、僕。あら、寂しい人生。いや、ちょっと待ってよ、それだけで？それはもったいないですよ。ちょっと怖いな。そうしてる。あの、ゲストのお二方は、はい、韓国歴史ドラマご覧になったことありますか？歴史ドラマありますか？僕はもう韓国の映画とかの方が大好きなんで、うん、やっぱそっちが多くなるんですけど、やっぱり韓国の作品はもうストレートな、うん、来るやつが多いので好きです。そうですね。徳永さんはいかが？私自身は見たことないんですが、私の友達がすごく好きで、うん、韓国ブームといいますか、それで見てる人がたくさんいます、うん、はい、そうなんです。あの、今ですね、日本でも人気、うん、の韓国歴史ドラマ新シリーズというのを今日ご紹介したいんですけども、はい、こちらですね、王女の男。まあ、韓国歴史ドラマは何といっても引き込まれるストーリー展開ときらびやかなセット、衣装による映像の美しさが魅力なんですが、ああ、今回の王女の男はズバリ究極のラブロマンスを描きます。さて、一体どんなドラマなんでしょうか？少しご覧ください。舞台は560年前の朝鮮王朝。主人公キムスイは両家の生まれで容姿端麗、頭もいいエリート官僚。王族の教育を担当する部署で働くスイム、ある日王女様の講師に抜擢されます。王女様の講義を持て。王女様の講義は読む講師の担当では。おやめになった、はあ、王女様、講師のキムスンユと申します。名高き王女様の講義を担当でき光栄にございます。講師をもてあそぶような態度はこれより一切禁じます。王女と信じて教えるその人は、実は王女のいとこのセリョン。勉強が嫌いな王女の身代わりだったのです。何だ、書物しか知らぬ堅物か。遊び人風で、その上礼儀知らずでした。遊び人？先生、世界が私に向かって飛んできます。風を抱いてみてください。スイユはセリョンを王女と勘違いしたまま彼女に惹かれていきます。そんな二人の知らないところで王朝での権力争いが激しさを増し、スンユとセリョンも争いに巻き込まれていきます。キムスンユはもはや生きて帰っては来ぬ。ご犬ですね。あの方死んじゃったんすよまあね、ちょっと危険な目に遭いましたけども、そんな主人公ですから簡単には死にませんよ。いや、結構危ないところに刺さったんですよ。いや、大丈夫なんですよ、主人公強いですから。はい、それにしてもですね、小さな嘘から始まった二人の恋愛がどうなっていくのか気になりませんか、アビビューさん？時には嘘っていうのはいいもんだねカッコつけましたね、今急にカッコつけましたけれどもここで2人の恋愛が簡単に進まない理由ご説明いたしましょう。はい、スンユの父はですね、王が信頼を寄せる重臣、うん、そしてセリョンの父は王の弟、そして王の座を狙っています。スンユとセリョンは敵対する家同士の身分でありながら愛し合ってしまったのです。さあ、そこでこのドラマはこちらですね、うん、じゃじゃん、朝鮮王朝版ロミオとジュリエットとも言われているんです。切ない、この切ない愛、ビビルさんには分かんないだろうな。いや、分かりますよ、大人です僕も。そういう恋愛したことありますか？いや、思い出すな。
ないな、経験ないな、ないですか、ないですか。さあ、そして演じるお二人にも大注目です。はいはい、韓国はもちろん日本でも人気のパク・シフさんとムン・チェヨンさん、お二人昨日実はですね日本に来日されました。そうですか。はい、そこで「土スタ」ではそのお二人に直撃インタビューをしてきましたのでご覧ください。空港で出迎えたパク・シフさんのファンおよそ500人、熱狂的な声援に笑顔で応えていたパク・シフさん。日本の皆さんこんにちは、パク・シフです。ムン・チェヨンです。그초반에세령과의데이트했던그로맨스부분이좀짧아요저희드라마가그래서많이아쉬웠었는데계속그네를타면서이렇게세령을바라보면서이렇게반하는신이있거든요그장면되게이렇게아름답게나왔던것같아요세령도너무이쁘게나왔고예그래서그장면도괜찮았고정말대본에는격렬한키스라고써있었어요그래서정말격렬하게했는데갑자기감독님이컷을하시더라고요전 설마감독님이컷할거라는생각을못했었거든요배우들감정이있기때문에그래서제가컷하자마자왜이렇게키스를오래하냐고저한테물으시더라고요따지시더라고요아그래도그렇지이제서로감정이몰입돼서연기하는데중간에컷을하시면어떡합니까제가뭐라고했던기억이있어요그래서나중에생각해보니까질투심을느꼈던것같아요감독님네그지귀여운가보굉장히비극적인로맨스이면서도또예쁘고아름다운그림들과영상들도많이가득담겨있으니까요아마보시는데있어서희노애락이다충족되는느낌을받으실거라고믿습니다기대많이해주시고요젊은남녀의로맨틱한사랑이야기가드디어펼쳐지니까요여러분기대많이많이해주시고저희승유와세령많이많이사랑해주세요男性 MC 陣がねあんな素敵な方だったらね毎週楽しみなのにな小田切さん言われてますよあなた同じベストでも大違いですね本当にさてドラマ「王女の男」は BS プレミアムで来月8日日曜夜9時からの放送です。ぜひご覧ください。